出身の自転車競技選手。現在は UCI ワールドチームである AG にアール・シュトロエンチームに所属。2016年、ディレクトエネルギーにてプロキャリアスタート。自身グランツール初出場となるブエルター・エスパーニャにて逃げ切りによる独走で勝利を挙げた。2017年、エトワールド・ベセージュで第3ステージと総合でも勝利し、キャリア2度目の優勝を果たした。 3月の初めにはパリ・ニースで三学賞を獲得。その後、セッティマーナ・インテルナチオナール・ディ・コッピエ・バルタリでも第4ステージと総合優勝を果たした。春に開催されたシルキード・ラ・サルトでもステージ優勝と総合優勝を果たし、好調な春を締めくくった。6月にはツール・ド・フランスに初出場。第8ステージではゴールまで5キロの地点で、 足の痙攣に襲われながらも17キロを単独で逃げ切りツールドフランス初のステージ優勝を果たした。2018年2月に行われたドロームクラシックを制し4月にはパリカマンベールでも勝利を収めた。2021年 AG に R シトロエンチームに移籍。ありがとうございます。